こんばんは、しょぼうです。文具と生活第154夜です。今回は毎週ロフトへ行く話です。ちょっと今までとは路線が違うような感じのお話で、文房具のある生活ね、文具と生活ですから、そんなお話もね、今後交えてやっていきたいなと思いまして、その第一弾です。私、毎週ロフトへ行ってます。ほぼ毎週ですね。楽しいですよね、ロフト。ロフトが遠い地域の方には、近くの文房具店を思い出していただければいいかと思うんですが、文房具屋さんってそもそも楽しいじゃないですか。さらにロフトはただただ文房具が置いてあるだけじゃなくて、いろんなメーカーさんとコラボしたりとか企画もね、多くて楽しい売り場作りをね、されているのよくね、消費者として感じておりまして、そんな楽しいロフト毎週行っちゃうんですよね。私の職場の近くは池袋のロフトなんですけども、まあそこそこの面積がありまして、毎週のように売り場を徘徊しております。毎週行くと何が起こるかっていうと、それほど買うものがない。例えばこういった、最近メインチャンネルの方でご紹介してますけれども、ポケログとかサニーノート、サニーライトノート、こういうものを見つけて購入してくるんですね、好きなので。なんですけど、まあそれなりの年月文房具を買い続けておりますと、新しい商品でも自分はこれは使わないよなって思うような感覚はね、つかめてきていて、何でもかんでも手を出すわけじゃなくなっているわけですよ。デザインですごい惹かれるものとかもあるんですけど、この手の商品、例えばノートであっても、この感じのノートは使わないなとかね、このサイズのノートは使わないなとかいうのもあって、何でもかんでも買ってくるわけじゃない。一応言い訳っぽく言いますけど。そうなってくるとですね、ロフトに行って、どのくらいでしょう ?1 時間はいるのかな、文房具売り場に。長い方ではないと思うんですけど、1時間ぐらい徘徊しておりまして、ノートコーナー、手帳コーナー、ペンコーナー。メインで言うならね、その三つの間をぐる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 回って、たまにハサミ乗りコーナーとか行ったりとかして、1時間。あと、シール、マスキングテープもね、必ずチェックします。それで、申し訳ないですけど、買わない日もあったりとかして、いまいちピンとくるものがないっていう日もあれば、毎週その商品を見ていたのに、ある日突然それだって思って買ってくる商品とかもあって、その時の気持ち、まあ状況もあるのかな。疲れてるとか、仕事忙しかった。いいことあった。その時によって選ぶ商品変わってくるなと思っていて、なかなかね、その毎週行って同じじゃないって自分で思いつつも、やめられないんですよね。あと毎週これどうしようかなって検討して買わずに帰ってくる、そういうものもねありますよね。なんか文房具売り場って不思議というか、趣味で行くお店って不思議ですよね。ほんとそんなね、毎週自分の好きな新商品が出るわけないのに、何かあるんじゃないかと思って行ったりとかしてね。でたまにね、ノーマークで可愛いものとかあると嬉しくなっちゃって、画面があまりに動かないのでちょっと商品を出しますけど、これロフトで売ってたホログラムシール、箱シールっていうもので、箱の中にシールがね、フレークシールが入ってるんですけど、もうこのパッケージ見ただけで中身見ないで買ってきちゃうぐらいのものがあると、もう嬉しくてね、こういうフレークシールが入っているわけですけど、これ文房具です。ノートとかね、なんかあれっぽいものとか
それっぽいものが書かれていて、フレクシルこんな感じなんですけど、ちょっとラメ分かりにくいんだよな。ラメが入っておりまして、こんなシールがあって、これチパーンですね。こういうものがあるとね、本当に嬉しくって、でね、ロフトさんがたまにね、ピシッとパシッと私の急所をついてくるんですよね。うわー買わなきゃって、ノータイムで買うものとかあったりとかして、なんか文房具店も別に、その私東京でね住んでいて、ロフトだけじゃないわけですよ。いや、ロフトは文房具屋さんではないんですけど、それなんですけど、やっぱりなんかロフトが好きなんですよね。以前はハンズも行ってましたけど、最近なんとなく行かなくなって、伊藤屋さんは伊藤屋さんのあれっていう時に行く感じで、その通勤経路にないっていうのもありますよ。ハンズにしてもそうなんですけど、ロフトだけが職場の近くにあるので、ついつい寄っちゃうみたいなとこはあるんですけど、まあもう単純にロフトが好きなんでしょうね。こういう商品が売ってたりする。あとあれですかね、やっぱりメインのイベント棚みたいなのあるじゃないですか。あの提案がね、やっぱり面白かったりするんですよね。それで買ってきちゃう。今日ずっとこんな話ですよ。それで最近もう自覚を持ってね、ロフトでこんなもの買ってきましたっていうのをメインチャンネルでやるようになったんですけど、ロフトに限らず、好きな文房具屋さんが行きやすいところにあると、まあ週一回は行っちゃうのは仕方ないのかなというところでね、皆さんも好きな文房具店あると思うし、ちょっと地方で大型の店舗がないなっていう方、ね、通販のセレクトショップ。あのセレクトショップの文房具、別にオリジナルじゃないんだけど、選び方いいなみたいなところあるじゃないですか。そういうお気に入りの、いつもついつい見ちゃうんだよなっていうところがあると、生活にね、潤いが出ますよね。何言ってんだろう。最近ね、その、まあもうこっからもうなんかもう本当に普通の雑談に入ってきますけど、最近こういうね、動画出して視聴者の方に会う機会も増えてきておりまして、そこでいただき物も多くなって、文房具を手に入れる、購買欲求、所有欲みたいのは、だいぶね、満たされがちになってきてるんですよ。本当にありがたいことに、書房さんにこれを、まあお好きかと思ってって言ってプレゼントいただくことも増えて、本当にありがたいことでね。それでもうそのこういうシール、このシール類とかもたくさんいただいて、それがね本当に私の好みのものが多くて、本当に素敵。で、その、買いたいものがどんどん減ってきていて、まあ、こう、嬉しい反面、ちょっと寂しさもあり、贅沢な悩みですね。なんですけど、やっぱりロフトには行っちゃう。ね、何かピンとくるものがあるんじゃないかと。なので、例えばね、クリックカート。これよくなくなっちゃってて、今年間で5本ぐらい使ってるんですけれども、これね、使い切るともう嬉しくてね、買い物に行けるんだと思って。考えなくていいじゃないですか、もうクリカード使うんだから。あと、ロルバーの修正テープね、これよく使います。これなくなると嬉しいんですよね、買いに行けるんで。ただもうね、クリックカードに至ってはですね、もう皆さんご存知なので、今、今年の春に5本いただいて、それも最後の1本になったので、またね、この秋になって5本いただきまして、
これも買う必要がなくなった文房具じゃん。なんて幸せなんでしょうね、私ね。ほんと幸せです。ありがたいことで。そんな感じでね、毎週ロフトに行って、文房具、売り場で見て回ることも文房具の楽しみの一つだな、なんて思いながら、ロフトに通っておりました。本当に今回ね、すごい雑談なんですけど、今後ね、こういった文房具がある私の生活の話もね、ちょっと織り交ぜて、中にはちょっとあるあるっぽい感じでね、お話ししていければいいかなと思っております。今回は、毎週ロフトに行くお話でした。さすがに店員さんに顔を覚えられるようなことはないようですよ。といったところで、今回はここまでにしたいと思います。このチャンネルでは、こういった文房具と生活のお話、それから文房具に関する非常に細かいどうでもいいお話とトラベラーズノートのお話をしております。今後も話を聞いてやってもいいよって思われた方は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてこのチャンネルは、書房の文房具の話というチャンネルのサブチャンネルとなっております。メインチャンネルでは文房具紹介、レビュー、それから私の手帳のお話をしております。そちらもぜひご視聴ください。また、Twitter、Instagram もやっております。ハッシュタグ、書房図。ひらがなで、書房図で視聴者の方と交流しております。概要欄にメインチャンネルと合わせてリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。それでは最後までお付き合いありがとうございました。以上、書房でした。